ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。何かと話題に事欠かない世界の超大国ロシアだが、そこで説明がつかないような遺物が、数多く発見されているというのは知っているかな？そうなの？まあ、確かにロシアって秘密主義というか、よくわからないところも多いイメージだし、そういうものが見つかったとしても不思議ではないかも。ロシアに対してそんなイメージを抱いている人は確かに多そうだな。何よりも、その見つかった遺物っていうのが、どんなものだったのかが気になるわ。というわけで今回はロシアで次々に発見されている、謎の古代遺物について解説していこうと思うんだぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。2012年、ロシアの国防省が黄金の鍵十字を、南極のボストーク基地近くにある、ボストーク湖で発見したと発表したんだ。南極にボストーク湖っていう湖があるの？ああ、南極大陸最大とされている湖なんだぜ。ロシアのボストーク基地のすぐ近く、約3700メートルもの厚い氷の下には、深さ500メートルもある湖が隠れているんだ。氷の下にそんなものが？南極最大というだけあって幅は50キロほどもあり、日本最大の湖である琵琶湖と比較しても、22倍もの大きさがあるんだぜ。ところでそのボストーク湖から発見された、黄金の鍵十字ってどう考えても人工物よね。たまたま金が鍵十字型にならないものね。でも、発見されたのが極寒の大地の、しかも氷の下の湖の中ってどういうこと？凍てつく極寒の大地は到底人が住めるような、場所ではないというのが従来の認識だった。だが、黄金の鍵十字はそれを覆す、可能性のある遺物であるというわけだ。もちろん、自然が作り出したものではなく、人工物であると断定されているしな。ということはつまり、南極にはかつて、黄金の鍵十字を作れるような、高度な知能と技術を持っていた生命体が、ここで活動していたかもしれないってこと？そういうことなんだぜ。この発表がされた当初はボストーク湖が、どういう場所なのかよくわかっていない人々から、調査員が落としたものをロシアの調査隊が、拾ったのではないかと疑う声もあったんだ。ああ、そうよね。きっとそれだわ。さっきも言ったようにボストーク湖は、地上に出ているわけではなくて、南極の氷の下、約4キロの地点に存在しているんだ。現代人がどうやってそんな場所に、物を落としたり忘れたりするんだぜ。確かにそれじゃあ、落とし物をしたくてもできないわね。つまり、やっぱりボストーク湖が氷漬けになる前、はるか昔にそこで活動していた何者かがいたってこと？湖ができた当時は表面に出ていたんだと思うけど、そもそもボストーク湖っていつできたのかしら？この湖ができたのは人類が生まれるよりずっと前、1500万年前に遡ると考えられているんだ。そんなに昔なの？その一方でボストーク湖を我々人類が発見したのは、1960年代に入ってからのことなんだぜ。アイスレーダーと呼ばれている、氷を透過できるレーダーを用いて、航空機による上空からの調査で、その位置が判明したんだ。ただ、この時は発見できたというだけで、発掘調査が実際に行われるのはもっと先のことになる。どうして？技術的にそんなに深くまで、発掘調査をすることができなかったんだぜ。実際に調査が開始されたのは1998年になってから、アメリカ、ロシア、フランスの3カ国によって共同で調査が行われたんだ。そして、後の発見につながるというわけだな。ということは1960年から1998年まで、存在は知られていたけど人の手は加わっていないのね。公表されている情報通りならそういうことだ。それから、過去にボストーク湖を示唆するような、記録も特に残されていないということから、数千年というレベルで湖は誰にも知られることなく、存在し続けてきたということになるんだぜ。そうなるとやっぱり、黄金の鍵十字が作られたのは、超古代の時代、湖がまだ表出していた頃に、放置されたと考えるのが納得できる流れよね。というか、そもそも金ってそんなに、超古代の時代から使われていたものなの？黄金については紀元前3000年頃から、使われていたとされているんだ。確かに、ファラオの黄金のマスクとかあるものね。ああ、黄金の装飾品は太陽神のラーへの信仰を表すほか、王族が関係する装具や呪いの道具としても使われている。つまり、古代エジプト文化の頃から、その価値は広く認知されているということだな。とはいえ、黄金に高い価値があるということは、今も昔も変わっていないんだぜ。古代エジプトの時代に黄金を身につけられたのは、ファラオだけだったと考えられているんだ。つまり、黄金の鍵十字も王族と関係があるってこと？黄金の鍵十字と古代の王を結びつけるのは、少し乱暴だし早計かもしれないんだが、湖にそういう希少価値の高い、遺物が残っていたというのは、身分の高い王族、平民市民といった、上下関係のあるようなコミュニティが、ボストーク湖の付近で築かれていた、という可能性は否定できないんだぜ。古代エジプトみたいな文明があったってことかしら。この説を後押しするかのように、アメリカとヨーロッパの合同チームが、付近を調べたところ南極大陸には、3基のピラミッドのようなものがあることが、確認されたという結果が報告されているんだ。南極にピラミッドが？それから、専門家によればボストーク湖の件とは別に、氷床には土木工事の痕跡が残っていると、指摘されてもいるんだぜ。やっぱり、古代南極大陸には、古代エジプトにも並び立つような、発展した文明が存在していたってことよね。氷に閉ざされた土地だから見えなかっただけで、氷の底にはずっとそれが眠っていたんだわ。もしそうだとしたら、はるか昔の南極大陸には、金を加工する技術を持ち、階級制度も発達していた。高度な社会構造を持つコミュニティが、存在していたのかもしれないということだな。南極の古代文明とか正直想像もしてなかったわね。もしこの説が本当なんだとしたら、どんな文明がそこに花開いていたのか、詳しく判明する日が来ることを祈るわ。ここまでで南極大陸に未知の古代文明が存在していた可能性があるかもしれない。そして、その証拠とされる遺物として、ロシアが黄金の鍵十字を氷床の湖から発見した、という話をしてきたわけなんだが、失われた古代文明があるのは南極だけじゃないんだ。というと、ロシアの山岳地帯にもそれらを示唆するような、古代の遺物が発見されているんだぜ。しかも2カ所どころじゃなくて、複数箇所でそういった場所が発見されている。まず紹介したいのがロシア北西部に位置する、標高 417.5 メートルのボットバーラ山だ。その古代文明の痕跡というのが、その山にあるってこと？どんなものが発見されているの？ここでは巨大な石の塊が見つかっているんだぜ。巨大な石の塊？ああ、それが無造作に置かれているんだ。それは、たまたまそこにあるとかじゃなくて？山ができてからこれまでの間に、災害とか何かで岩が崩れたとかじゃないの？石にあるひび割れは9000年前に起きた、地震の影響によるものだとされているんだが、レーザーカッターで切ったような断面や、石と石が隙間なくつなぎ合わされたようなものも、発見されているんだぜ。地震などの自然災害がなかったわけではないけど、自然にできたとは考えにくい部分もある。またしても、かなり高度な加工の痕跡があるってことね。それから、次に紹介したいのが、ウラジオストクの近くにあるピダン山。ここにもいくつかの巨石が、散らばっているのが見つかっている。ピダン山もボットバーラ山と同じ感じなの？ピダン山の巨石たちはただ散らばっているだけじゃなくて、積み上げたような形をしているんだぜ。巨石を積み上げた？これが作られたのもそれなりに前のことでしょ？そんな時代に巨石を積み上げる技術が、存在していたとかあり得るのかしら？でも、ギリギリ自然にできそうな、気がしないでもない形じゃない？確かにちょっと遠くから見ると、自然生成されそうな雰囲気もあるが、実際に近くで見てみるとそんな印象は抱かないと思うぜ。そうなの？よく見ると一つ一つの石が綺麗に切り出されているような形跡が見られ、置き方にも人の手が加えられているような、痕跡が見て取れるようになっているんだ。人の石を感じるものなのね。それから、積まれた石の隙間からは、中の空洞を覗き込めるようになっているんだが、内側に積み上げられている石についても、同じように人工的な形の整え方がされている。つまり、この巨石は綺麗に整えられた面を、目視で確認できる遺物だということだな。それを目の当たりにしてしまったら、いやでも信じざるを得ないわよね。これらの発見されている石はどれもこれも、高度な切り出しの技術で形を整えられ、石と石を積み上げる技術に関しても、それ相応に高い技術が使われているようだ。したがって、これらの巨石の数々は、高い知能を持っている存在が何らかの意図を持って、制作された遺物であると考えられるんだぜ。他にも、似たような巨石はペルミ州にある、石の町と呼ばれる場所でも発見されているんだ。名前がそのものじゃない。ただ、ここで発見されているのは、これまで紹介した2つの巨石とは一線を画している。それらよりもはるかに正確な技術を持って、積み上げられた巨石となっているんだぜ。人工的に作られたものであることが、一目瞭然ってことかしら。この巨石も隙間からその内部を覗けるんだが、奥にある石であればあるほど、まるで機械を使って切り出したかのように、垂直に整えられていることがわかっている。石をきれいに切る機械なんてごく最近のものでしょう？一体何がどうなって、この巨石が存在しているのかしら。それに、機械が使われていなかったとしても、これも人の手が加わっていることは確実よね。ロシア国内にある謎の巨石群はこれだけじゃない。まだまだ紹介しきれないほどたくさん、いろんなところで発見されていることは確かだが、地層や石の成分などから製作年を割り出すと、そこまで高度な技術が存在していないはずの、古代に作られたものだと判明しているんだぜ。推定される製作年と必要とされる技術力に、大きな差が生まれてしまっているということね。つまり、当時の人々がどうやって巨石を整え、現在見られるような遺物を作ったのか、見当もついてないということかしら。それに、どうしてそれを作る必要があったのか、というところすらも謎のままなんだよな。そして、たくさん発見されている巨石群の中でも、近年重要視されているのがゴルナヤショリアだ。ゴルナヤショリア？シベリア南部の山岳地帯にある場所で、2014年にシベリア山脈南部を調査した時に、偶然発見されてから注目されているんだぜ。特筆すべき点としてゴルナヤショリアにある巨石は、推定で800トンにもなるとされ、モアイ像やストーンヘンジなどなど、名だたる巨大な遺物を超えるほどの大きさなんだ。そんなに巨大な岩が山の中にあったの？ああ、標高1000メートル以上の高地に、巨石の上に巨石を積み重ねるという方法で、40メートルほどの高さにも及ぶ、巨大な構造物が作られていたんだぜ。巨石を持ち上げて40メートル分も積むとか、現代で考えてもかなり大規模な工事じゃない？しかもそれを1000メートルの山の上で、やっているとかもはや意味がわからないわ。しかも、巨石には人が登れるような継ぎ目や、欠けた部分など取っかかりになる部分がない。持ち上げたり積み上げたりするにしても、人が立ったりできるような場所がないと、重機もない時代に40メートルも積むのは、どう頑張っても不可能じゃないかと思えてしまうな。一般的な身長から考えても2メートルほどが限界かしら。それ以上高い場所には手が届かなくなってしまうもの。その上、長方形の石を組み合わせることで、曲線を作り出し、積み上げた石の内側には、人が通ることができる、通路のようなものが作られていたんだ。そこまで精巧な組み方ができるということは、人の手によるものであると考えた方が自然だけど、やっぱり40メートルも巨石を積んでいる、という点だけが解決できないような気がするのよね。その通りだぜ。それともう一つ、わからないポイントとして、隙間なく巨石をぴったり閉じて組み合わせる技術は、現代でも再現不可能であるほど高度な技術とされている。果たして、古代にどんな人々がどうやって作ったのか、研究者たちですら頭を悩ませているんだ。こんなに理解不能な巨石遺跡って、たくさん発見されているものなのね。特に、ゴルナヤショリアについては、他の巨石遺跡とは一線を画した技術の高さを、間近で見ることができてしまうからな。一部の人からは人類が作ったのではなくて、別の知的生命体が制作に関わったのではないか、と考えている人もいるほどなんだぜ。他の知的生命って、宇宙人とか？その可能性も否定できないところなんだが、ここで語られているのは巨人族の存在だ。とんでもなく巨大な生命体がいたかもしれない、なんて考えている人たちもいるってことなのね。巨石が成人男性の平均身長から考えても、あまりに巨大すぎるという点も気になるところだし、それを平地よりも酸素が薄い山の上で、人間が巨石を運搬するというのは容易なことじゃない。だけど、巨人キュクロプスのような存在が、過去に存在していたという可能性が考えられる。キュクロプス？ギリシャ神話に登場する一つ目の巨人だな。額の真ん中に一つだけついている目が特徴的で、サイクロプスという名前でも知られているんだぜ。神話に登場する巨人なのね。この巨人自体に高度な知能があったのか、それとも人類に刺激されていたのかは不明だが、キュクロプスが一から巨石を加工して、積み上げたのではないかと考えられているんだ。確かに巨人だったら巨石であっても、普通に持ったり積んだりできそうだものね。でも、巨人族とか本当にいたのかしら。古代に巨人が存在していたという説は、現時点で歴史的に正しいとはされていない。とはいえ、完全にありえないことかというと、そんなこともないんだぜ。巨人実在の可能性が？そもそもの話なんだが、はるか昔、聖書に記されているような時代には、多くの巨人がいたかもしれないんだぜ。そうだったの？聖書に登場する巨人といえばゴリアテが有名だろうし、サムエル記にはエミン、エキナム、オグ王など、巨人や巨人の子孫とされている人々が、多く登場していることが知られているんだ。それに、聖書に登場する古代の人間は、巨人だったという可能性もあるんだぜ。古代人はみんな巨人だったの？ヘンリオンという人物が聖書に登場する、有名な登場人物について、身長を計算によって導き出したんだ。その結果は驚くべきものだったことが知られている。そんなに大きかったのかしら？聖書の有名人というとアダムとイブとかだと思うけど、彼らは普通に人間サイズだったんじゃないの？最初の男性アダムはなんと39メートル、最初の女性イブは36メートルもあったそうだ。そこから、時代が下るごとにどんどん身長は縮み、ノアの箱舟で有名なノアは8メートル、アブラハムは6メートル、モーセは4メートルとされている。そんなに大きかったのね。はるか昔には特撮の怪獣みたいな大きさの、巨人が地球上を闊歩していたということかしら。これまでにも私たちのような人類が作り上げたとは、とてもじゃないが思えないような遺物や遺跡が、いくつも発見されていることは事実だし、恐竜をはじめ数々の古代生物が絶滅してきたように、巨人もどこかの時点で消滅してしまったのかもしれない。本当か嘘か判断に迷うところではあるけど、たまに巨人の骨みたいなものが発見された、なんてニュースも見かけることもあるものね。どこまで本当かわからない部分はあるけど、中には本物としか考えられないものもあるのかしら。とは言っても、巨人自身が高度な知識を持っていたとするならば、巨人族の存在を匂わせるような証拠が、巨石以外に発見されても良さそうなところだ。今のところ、確定的な証拠は発見されていないんだぜ。そうなるとレイムが言ったように地球外生命体とか、他の巨石を加工運搬できるような力を持った存在が、地球を訪れていたという可能性も捨てきれないな。人類以外の何かがいた可能性は濃厚ってことよね。ああ、どちらにせよこれだけの労力を要する、巨石構造物が何の意味もなく作られたとは考えにくい。ゴルナやショリアに至っては、中に通路のようなものもあったんだものね。この制作意図を明らかにすることができたら、その背後にある存在を解き明かす、ヒントになるかもしれないんだぜ。何のために、それを明らかにするのも、なかなかに骨が折れそうなことだわ。今はとにかく巨石遺跡の真相が判明する日を、信じて待つしかないってことかしらね。さて、詳細不明の未知の文明や、人類以外の知的生命体の可能性を取り上げたが、知的生命体に関する話では、興味深い目撃情報が残っているんだ。それが起こったのは1990年代とされているんだぜ。何があったの？とある女性が森の中で発見したという、奇妙な赤ちゃんを抱いて人々の前に現れたんだ。それは、その女性が産んだ子供ではないのよね？ああ、この女性の子供はアレクセイという息子一人。しかもそのアレクセイもすでに成人していて、女性が森の中で赤子を産んで登場。なんていうことではないと考えるのが自然だろう。その上、彼女はなぜか抱きかかえている赤ちゃんを、アレクセイだと言い張っていたそうなんだ。いやいや、息子のアレクセイは成人済みの、立派な成人男性なんでしょう？一体どうしちゃったのかしら。女性はその赤ちゃんのことをアレクセイの愛称、アリョーシェンカと呼んで可愛がり、一部の人にだけその姿を見せたそうなんだが。だけど、どうしたの？実際に赤ちゃんを見た人々はひどく驚いたはずだ。その赤ちゃんというのは体が茶色で毛は生えておらず、大きな目と小さな唇が特徴的だったそうだぜ。そして、キーキーという声というか、音を発していたと言われている。それはどう考えても人間の赤ん坊ではないわよね。ああ、さらに玉ねぎのような、特徴的な頭の形をしていることから、一目で人間ではないとわかる様子だったし、エイリアンに酷似しているという声もあったそうだ。その赤ん坊はどこにいたの？森の中から連れ帰ったっていうことだったけど、女性が森の中にある井戸の近くで発見した、ということで伝わっているんだぜ。20センチから25センチほどの大きさだったとされているが、赤ちゃんを見た人々の証言では、人間とは思えない、特異な見た目であるということで一致しているから、女性がどうしてそんな生物を、自分の赤子であると思い込んでしまったのか、本当に謎の多い事件なんだよな。意味がわからなすぎて、もはや恐ろしいわ。一方で、発見者の女性は当時、精神分裂病という病を患っていたという話がある。今の病名でいう統合失調症だな。なるほど、精神的に健康な状態ではなかったのね。その病気のせいで森の中で発見した謎の生命体が、自分の赤ん坊に見えたのではないかと考えられているな。でも、女性自身が謎の生命体を拾って、自分の赤ちゃんだと思っていた説明になるけど、謎の生命体が何なのかっていう、説明にはなってないわよね。そういう話をしていたということだけなら、女性の妄想ですということで片付く話だけど、奇妙な赤ちゃん自体は健康な人々含め、現実のものとして多くの人に目撃されているわ。ああ、それは全くその通りなんだぜ。結局、その赤ん坊が何者だったのか不明のまま、この事件は終わりを迎えてしまうんだ。その赤ちゃんはどうなったの？きちんと成長できたのかしら？残念ながら偽のアレクセイはその後死亡してしまい、遺体は地元警察から物好きな UFO 愛好家に引き取られ、それ以降の消息は途絶えているといった状態だ。不思議な話だけど色々気になる事件だわ。警察の手に渡っているということは、そこに偽アレクセイ君の記録が残っているのかしら。自分に財力と力があるんだったら、しっかり調べてみたい事件よね。それから、ロシア国内では奇妙な生命体として、頭部に穴の開いた骸骨が13体も発見されているんだ。頭部に穴？それらの骸骨を研究者が調べたところ、紀元前4000年頃に頭蓋骨に穴が開けられたことが、判明しているんだぜ。そんな時代に頭蓋骨に穴を開ける技術ってあったの？開頭手術なんてあるわけがないわよね。あ、もしかして人体について調べるために、亡くなった後の体を調べていたとか？ぜひそうだったと信じたいところなんだが、さらなる調査の結果、頭蓋骨の穴は、生きている間に開けられたものである、ということも判明しているんだぜ。考えただけでゾワゾワするわ。ちなみに、頭皮を切開して頭蓋骨に穴を開ける、開頭術は紀元前後にはインドや中国で、行われていたという歴史があるんだよな。とはいえ、近代医学においては麻酔だったり、消毒の技術が発達した19世紀末まで待つことになる。本格的に発展していくのは20世紀に入ってからだから、もちろん紀元前4000年頃のロシアに、頭蓋骨を開けて頭の中身を同行する、みたいな医術は存在していなかったはずだ。それなのに生きている間に、頭蓋骨に穴を開けるってどういうこと？穴はちょうど後頭部の真ん中に来るように、開けられていたそうなんだが、研究者の見立てでは医療行為ではなくて、何かの通過儀礼として開ける必要があったのでは、とする説が支持されているんだぜ。通過儀礼？人生、生涯における誕生や成人、結婚、死亡など、節目を過ぎる時に行われる儀礼のことだな。日本で馴染み深いものだけでも七五三とか成人式、長寿祝いに早々、先祖祭祀とたくさんあるんだ。そうだと認識してなかっただけで、よく知ってるものも通過儀礼だったのね。海外の成人の儀式としてライオンを狩るマサイ族や、木のつるでバンジージャンプをするバヌアツの部族、毒アリが入った手袋に手を入れるサテレマウェ族と、何らかの試練を超えて大人の仲間入りする、という儀式を行っているところも、まだまだ多く残っているんだぜ。つまり、頭蓋骨に穴を開けるっていうのも、そういう流れの一つってことなのね。発見されている13体の骸骨の中で11体は、骨の再生も見られるし、怪我や脳腫瘍などの、病気の痕跡も特に発見されていないんだ。それから、頭蓋骨も20歳前後の人間のものである、ということも判明していることから判断して、限られた上位層に施されたものではないか、と考えられる面もあるそうなんだが、どんな意味があるのかについては、詳しくわかっているわけではないんだよな。一応、確認しておきたいんだけど、その骨自体は人間のものってことでいいのよね？現代人的な感覚で考えると、ちゃんとした麻酔もないような時代に、頭蓋骨に穴を開けるとか耐えられないと思うんだけど、頭蓋骨はきちんと人間のものだと判明してるぜ。その一方で、この時代に生きたまま頭部に穴を開ける、という技術が確立していたとは思えないし、儀式の意味と合わせて考えたとしても、不可解としか言いようがないことではあるんだぜ。それは確かにそうよね。もしかするとロシアで目撃された、頭部に特徴のある奇妙な生命体、偽アレクセイとの関わりもあるのかもしれない。広い宇宙空間を超えて地球に飛来できるような、高度な技術を持っている知的生命だったら、そういうことができても不思議ではないものね。唐突に、女性に自分の種族の子供を預けたのは、ちょっと理解できないところではあるんだけど、今ももしかしたらロシアに存在し続けているのかしら。実験的に自種族の赤ん坊を預けた可能性も、それはそれで考えられると思うんだけど、彼らにも何か緊急事態が発生して仕方なく、女性に赤ん坊を預けざるを得なかったのかもしれない。最終的には亡くなってしまっているわけだし、きちんと育て方を分かっている母親のそばから、話さざるを得なかった出来事が起こり、未知の知的生命が人々の目に触れてしまった、というのが先に話した事件の真相なのかもしれないぜ。どの事件も繋がってくるような、でもまだ曖昧でふわふわしているような、ロシアって謎の多い事件もたくさん起きている場所なのね。謎の生命体の赤ちゃんが何者なのか、紀元前4000年前に開頭手術ができたのか、ロシアには何か私たちの知らない生命体がいるのか、どれもこれも真実が気になることばっかりだわ。さて、いかがだったかな？ロシアでは様々に不可解な出来事が頻発しているということが分かったと思うんだが、今明らかになっていることや異物以外にも、まだまだ隠されていることは多そうなんだぜ。ロシアって聞くと国家ぐるみで、隠蔽していることも多そうだわ。ロシアに何が起こっていて、何が存在しているのか、もっと知りたくなってしまうわね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。